日本には四季があり、その季節ごとの食材を味わう楽しみがあります。一方で日本人が古来より主食とし親しんできた味わいがあります。お米の甘みです。お米を噛むほどに甘みを感じることができる日本人は、戦後流入していた低品質のコーヒーがもたらすと考えられていたクリアでない酸味に抵抗がありました。そこで人々は深入りの焙煎やコーヒーにミルクを入れるなどの工夫を重ね、日本人の好みに合うコーヒーを追求してきたそうです。やがてコーヒー文化が浸透していくにつれて、コーヒーは日本人にとって安らぎの時間を共にする飲み物となりました。そのような日本人に親しまれてきたコーヒーの味わいやコーヒー文化をネスプレッソが追求し、この度東京ビワルトルンゴが誕生しました。コーヒーそのものから感じる豊かな甘み、かぐわしい焙煎香、優しく漂う花のような香り、そして控えめな酸味、皆様にとって新しいお気に入りの一杯になってほしいと思います。日本のコーヒー好きの皆様がいてくださったから完成した味わいですね。